一人で四つも同時に降りよる。100年前に作られてずっと使われてきたんよ。近寄りの工房にはどこもこの Y 式織機があるっちゃん。手織りと違ってたくさん折れるし柄も試せる。はぁ、あ、からくり屋の久しげどんも顔もびっくりした。なんや、珍しかねえ、ゆきこちゃんが工場バーミに行くっちゃ。たまには他の工房見て刺激もらおうって思って。刺激っちゅうてもうちは機械織り場、手織りとはガーバー違うじゃろ。やけん面白かねえって、色も柄も若い子に受け取るけんね。新しかかすり場やって可愛いっちゅう思ってもらわにゃ売れて何倍も。あ、そうそう、三尾さんの三回忌もうすぐやったね。うん、泉が昨日東京から。長いようで短い、あっという間やった。まあいろいろあったばってん、三尾さんも喜んどうよ。あれだけいやいや言うとったゆきこちゃんが立派に後継いでくれて。クリバタで俺と抗原かすりができるってすごかね。ちょっとゆこちゃんもこっち来て。うん、どげんかしたと。さっきからえらい向こうばっかり見てっさ、気色もあるか。うん、なんでなか。はは、ひょっとしておでんさんか。え、実はさ、おいもおたこつあるったい、ゆきこちゃんぐらいの時に。え、会ったことあった。ああ、しっかり覚えとるよ。いやー、そうね、そうね、ゆきこちゃんもね。なあ、おでんさん、見えんし聞こえんけど、そこにおるっちゃろ。うちの役目も終わりだね。ゆっこちゃん、これからも工夫ば忘れんごつ頼んますならね。でしたと、ゆっこ、あ、なんか聞こえた気がして何も聞こえんかったばって。ちょっと見てくる。薬は作ろう。
この200年の間、久留米かすりは山あり谷ありでその伝統を受け継いできた。たとえ厳しい時代でも決して諦めず前を向いて創意工夫してきた。父もおじいちゃんもそのまたおじいちゃんも、そしてその志は私たちにもしっかりと受け継がれている。もしもこの先何か困難な壁に突き当たることがあるとしたら、私は忘れることなくあの人の名前を呼ぶだろう。おでんさん。